武士道日本の魂日本思想の解明水戸部稲造著原著英文柳原忠夫役第五章仁即因の心慈愛思いやりの心愛寛容愛情同情憐憫は古来最高の徳としてすなわち人の霊魂の属性中最も高きものとして 認められたそれは仁王の意味において王者の徳と考えられたすなわち高貴なる精神に伴う多くの属性中王位を占める者として王者的でありまた特に王者の道にふさわしき徳として王者的であった慈悲は王冠よりもよく王者に似合うとか慈悲は王釈をもってする支配以上であるとか これを言葉に表現するには、シェイクスピアを必要としたが、これを心に感じるには、あえて彼を要せず、世界各国民、みんなこれを知ったのである。孔子も孟子も、人を治める者の,の最高の必要条件は、人に損することを繰り返した。孔子曰く、君子は、まず徳を慎む。徳あれば、これ、人あり。 人あればこれ土あり土あればこれ財あり財あればこれ用あり徳は本なり利は末なりと大学またいく上人を好みて下義を好まざる者はいだあらざるなりと大学孟子はこれを素述していく婦人にして国を得るものはこれあり婦人にして天下を得るものは 未だこれあらざるなりと。また、いわく、天下神伏せずしておうたる者はいまだこれあらざるなりと。孔毛ともに、この王者たる者の不可欠要件を定義して、人とは人なりといった重要、封建制の政治は、武断主義に堕落しやすい。その下において、最悪の種類の先生から、御人を救いし、者は人であった。 七者が生命と主体を全く捧げるとき、残るものは死者の自己意志のみとなり、その自然的結果は絶対主義の発達となる。これはしばしば東洋的先生と呼ばれる。あたかも西洋の歴史には、一人の先生者もいなかったかのごとくに、私はいかなる種類の先生政治をも、支持するものでは断じてない。 しかしながら、封建性を専制政治と同一視するは、語尾である。フレデリック大帝が、王は、国家の第一の召使いである。と言い資源をもって、自由発達の一新時代が来たと、法律学者たちの評したことは正しい。不思議にも、これと時を同じくして、東北日本の壁地において、米沢の上杉洋山は、 正確に同一なる宣言をなし国家人民の立てたる君にして君のために立てたる国家人民にはなしこれそろう封建制の決して暴虐圧制にあらざることを示した封建君主は神化に対して相互的義務を負うとは考えなかったが自己の祖先並びに天に対して高き責任感を有した。 彼は民の父であり、民は天より保護を委ねられたる子であった。中国の古典、司教に曰く、陰の、今まだ死を失わざる時、よく上停に這いせりと、また孔子は、大学において、民の好むところこれを好み、民の憎むところこれを憎む、これを、これ、民の父母という、と教えた。かくして 民衆のの世論と君主の意思もしくは民主主義と絶対主義とは融合した。かくして武士道もまた、通常与えられているとは異なる意味において、不権政治を受け入れかつ確認した。それはまた、関心のやや薄いおじ政治すなわちアンクル・サムの政治に相対する意味においても親父的であった。 先制政治と不憲政治との差は次の点にあるすなわち前者にありては人民は嫌々ながら服従するに反し後者にありて精神のいくる心の服従であるイギリス国王のことを悪鬼の王であるなんとなれば彼の進化はしばしば君主に対して反逆参与するがゆえにといいフランスの王共馬の王である なんとなれば租税効果を無限に負わすからと言いスペイン王には人間の王という称号を与えるなんとなれば人民が喜んで服従しているからという語源があるこれは全然語尾とも言えないしかしもうこのくらいにしようアングロサクソン人の心には徳と絶対権力とは 調和不可能なる語のように響くかもしれない。ポベドノスツエフはイギリス社会の基礎と他のヨーロッパ諸国の社会の基礎との対象を明瞭にして大陸諸国の社会は共同利害の基礎の上に組織せられているに反しイギリス社会の特色は強度に発達せる独立の人格にありとなした。 このロシアの政治家はヨーロッパ大陸諸国ことにスラブ系諸国民の間においては個人の人格は何らかの社会的団結終局においては国家に依存すると述べたがこのことは日本人については特にしかりであるこのゆえに我が国民にありては君主の権力の自由なる行使はヨーロッパにおけるが ごととくに重圧と感じられざるのみでなく人民の感情に対する親父的考慮をもって一般に緩和せられているのであるビスマルクは言う絶対政治の第一要件は死者が無視正直にして義務感強く勢力と内心の謙遜を持つことであるとこの問題についてなお 一つの引用をなすことを許されるならば私はドイツ皇帝がコブレンツにおいてなした演説の一句を挙げたいいわく王位は神の恩恵によりかつ神の身に対する重き義務と巨大なる責任を伴ういかなる人も大臣も議会も国王からこれを免除し得ないのであると。 人は、入和なる徳であって、母のごとくである。まっすぐなる道義と厳格なる正義とが、特に男性的であるとすれば、慈愛は、女性的なる入和さと説得性とを持つ。我々は、無差別的なる愛に漏れることなく、正義と道義と思って、これに、死をつくべきことを、戒められた。伊達政宗が、 義に優れば固くなる、人に優れば弱くなると、同派せる格言は、人のしばしば引用するところである。幸いにも慈愛は美であり、しかも慶悟ではない。最も豪気なるものは、最も柔和なるものであり、愛あるものは勇敢なるものであるとは、普遍的に真理である。武士の情けという言は、直ちに我が、 国民の高貴なる上官に訴えた、武士の人愛が他の人間の人愛と種別的に異なるわけではない。しかし武士の場合にありては愛は盲目的の衝動ではなく正義に対して適当なる孤立を払える愛でありまた単にある心の状態としてのみではなく政殺与奪の権力を背後に有する愛だからである。 経済学者が有効なる需要と有効ならざる需要とを。徳が如く。五人は武士の愛をもって、有効なる愛と言うるであろう。けだし、それは相手方に利益もしくは損害を加えうる。実行力を含むがゆえである。武士はその有する武力、並びにこれを実行に移す特権を誇りとしたが、同時に、 申しの時し、人の力に対し、全き同意を表した。申し曰く、人の婦人に勝つは、なお、水の日に勝つがごとし、今の人をなす者は、なお、一杯の水をもって、一写真の日を救うがごときなりと、また、曰く、術的、即因の心は、人の始めなりと、 他の道徳哲学の基礎を同情に置きたるアダム・スミスに遠く先んじて孟子はすでにこれを説いたのである一国における武士の名誉の掟きが他国のそれといかに密接に一致するかは実に驚くべきものがある還元すれば多くの非難を抑せられたる東洋の道徳観念の中にもヨーロッパ文学の 最も高貴なる格言と、不説を合するものあるを発見するのである。もし、破れたるものを休んじ、高ぶるものを、くじき、平和の道をたつることを、これぞ汝時が技。と言える周知の祝を、日本の紳士に示せば、彼は、直ちに、マンチュアの詩人、ベルギリウスを、とがめて、 自国文学の漂説者となすかもしれない弱者列車敗者に対する人馬、特に武士にふさわしき徳として称賛せられた日本美術の愛好者は一人の僧が後ろ向きに馬に乗れる絵を知っているであろうこれはかつては武士であり左官なり主妃にはその名を聞くさえ人の恐れし猛者であった ウ浦の激戦西暦1184年は我が歴史上最も決定的な合戦の一つであったがその時彼は一人の敵に追いかけたくましき腕に組んで伏せたかかる場合組み敷かれたる者が高き身分の人であるかもしくは組み敷いた者に必し力量を取らぬ豪の者でなければ 血を流さぬことが戦いの作法であったからこの竹木武士は己の組みしける人の名を知ろうと欲したしかし名乗りを拒むので兜を押し上げてみるに髭もまだなき若者の美麗なる顔が現れた武士は驚き手を緩めて彼を助け起こし父親のごとき声を持ってこの少年に行けと言った わしの若殿やお母のもとへ落ちさせたまえ。熊谷の刃は、数殿の血に死むべきものならず、敵に見とがめられぬ間に、とくとく逃げ延びたまえ。若き武士は猿を拒み、双方の名誉のために、その場にて、己の首を打たれよと、熊谷にこうた。老口の熊谷が下を置く頭に振りかざしたる白羽は、これまで、あまた、 旅人の玉の糸口を立ちし合いば、出会った。しかし、彼のたけき心も砕け、我が子が、今日の初陣に貝い金もろともに、先駆けしたる姿も目の当たりえじて、物の負の強き腕もおののいた。再び落ちさせた前と願いしも、熱森きかず、かつ、味方の軍病の近づく足音を聞いて、彼は叫んだ。 今は世も逃しまいらせじ、名もなき人の手に失われたまわんより、同じうは、なおざね、がてにかけ祭りて、あとのご公用をもつかまつらん。一年未だ仏、即滅無量罪。その瞬間、立ち空中にひらめき、そのくだるや刃は、若武者の血にしみてくれないであった。戦い終わり、熊谷は外人したが、彼は、 もはや勲功名誉を思わず弓矢の生涯を捨て頭をそり創意をまといてヒール・ミダの浄土を念じ正方に背を向けじと誓いつつその余生をば神聖なる暗夜に託したのである批評家はこの物語の欠点を指摘するであろう使用末説においては非難に応えざるものがあるかも知れないがいずれにしても 優しさ、憐れみ、愛が、武士の最も三立なる武功を美化する特質なりしことを、この物語が示すことには変わりがない。宮潮、懐に入るときは、狩人ども、これを殺さずという、古い格言がある。特にキリスト教的であると考えられた赤十字運動があんなに、たやすく、我が国民の間に、 敵地方を占めたる理由の説明はおおむねこの辺に損するのである五人はジュネーブ条約万国赤十字条約を耳にするに先立つ数十年我が国最大の小説家馬琴の筆により敵の勝者に医療を加える物語に親しんだ勝負の精神ならびに教育にて著名なりし薩摩藩では 青年の間に音楽をたしなむ風が行われた。音楽といっても、かの地としとの創造式前触れたるラッパを吹き、太鼓を打ちて虎の行動の真似をするように、刺激するのではなく、哀れ優しき琵琶を断じて竹心を和らげ、思いを清風血の外に馳せしめたのである。ポリビウスの語るところによれば、 アルカディアの憲法においては30歳以下の青年はすべて音楽を課せられた。けだし、この柔和なる芸術によって風土の高料より来る素行の性質を緩和せんとしたのである。アルカディア山脈のこの地方に残忍性の見られざる理由を彼は音楽の影響に介している。日本において 武士階級の間に、優雅の風が養われたのは、薩摩だけのことではない。白川落王公が、心に浮かぶままを書き記せる随筆の中に、次のような言葉がある。枕に通うとも、とがなき者は花の香り。当時の鐘、夜の虫の音は、ことにあわれなり。また、いわく、憎くとも許すべきは、花の風、月の雲。 打ちつけに争う人は許すのみかは、これらの優美なる感情を外に表現するため、いな、むしろうちに寛容するがため、武士の間にシーカが奨励せられた。それゆえに、我が国のシーカには、悲壮と優雅の、強き停留がある。ある田舎侍、大鷲文豪の物語として、人に知られたる逸話がある。 彼が徘徊を勧められ、ウグイスの音という台にて、最初の作を試みたが、竹木心が裏切って、ウグイスの発音を聞く耳は、別にしておく節かなという、切作をば投げ出した。彼の死、大星由良之助は、このそやなる感情にも驚かず、彼を励ましたが、ついに、ある日彼の魂の音楽が目覚め、 ための妙音に応じてもののふのうぐいス聞いて立ちに蹴りとの名言を得たケルナーは戦場に傷つきた俺しとき、有名なる生命への告別を付した彼の短命なる生涯におけるこの英雄的行為を我々は小短勤母するが同様の出来事は我が国の合戦において決してまれではなかった 我が国の完結集計なる死刑は特に物に触れごとに感じてとっさの感情を表現するに適している多少の教養ある者は皆若徘徊をこととした戦場に派生する武士が駒を止め腰の矢立てを取り出して歌を詠みしかして戦場の露と消えし後、兜もしくは鎧の内側から その読み草の取り出されることも稀ではなかった。戦闘の恐怖の真っただ中において、愛ンの女王喚起することを、ヨーロッパではキリスト教がなした。それを日本では、音楽ならびに文学の思考が果たしたのである。優雅の感情を養うは、他人の苦痛に対する思いやりを生む。しかして、 他人の感情を尊敬することから生ずる。健常・因因の心は、霊の根本を成す。